ありがとうございました。スペースサーク。どうも、サクです。今回もうちょっとその催しは終わっちゃったんですけど、皆木りささんの作品がこの大阪で展示されてるというので、阪神百貨店さんに行ってきて撮影してきました。で、今回はそちらの催しと、で、その VTR の後にちょっとブックオフさんで買ったちょっとドラゴンボールのちょっとしたものも紹介していきたいなと思っています。それでは VTR スタート。阪神梅田本店にて It's a 妖怪ワールドという、こういった催しがあったので行ってきました。こういう妖怪に関する作品が飾られていました。で、いろいろ販売されてたんですよね。で、素晴らしい作品ばかりでしたが、このカードがなんか自分の中ですごくハマってて、この後ろのこのデザインがなかなか洒落てるなと思って見てました。で、こちらはお皿。こういうものもありましたね。なかなか面白い作品がいっぱいで、結構楽しんでました。こういうフィギュアも販売されていましたね。驚しくていいなと思って見てました。これもなかなかクオリティ高くて、あとは絵ですよね。で、こちらのコーナーの方に妖怪のコスプレをされてる方々がおられたので、ちょっとお話伺いたいなと思って、これを撮りつつ、いつお話しようかなと悩んでました。で、こちらにもこれも販売されてる作品なんですけど、これすごいクオリティですよね。どうぞ。
家の黒木ひつみです。ミュージック出展作家のカノンと申します。私はバッタにやってます。いろんなところに出展したり出現したりしてるので、またエンカウントしてもらえると嬉しいです。こちらは怪奇リサさんの作品が飾られていました。でこれがねずっと欲しかった、イルカが攻めてきたぞっていう作品なんですよ。でこれは、塗装見本として怪奇リサさんが塗装されたものですね。すごいですわ。でこちらの手前3点に関しては光るんですよね。これのクオリティすごいんですよね。ついついこう見入ってしまいました。これね、なんか毛が生えてるでしょ。一本一本これ毛まで植えられてるんですよ。すっげーわーと思って、これもすごかったですわ。でこちらも販売されてて、このドクロに関してはマグネットなんですよね。これもね、もうなかなか細かい造形がすごくて見ていました。でこの妖怪もなんかちょっと可愛くてね見てたんですけど、これなんかすごいクオリティ高いでしょこれ。どっかのなんか蔵から出てきたお宝みたいな、そんな風に語られてますね。で場所を移って、こちらは違う方の作品なんですけど、こういったものも飾られていましたね。で作的に気になったのがこれ、このジオラマがなかなか手が込んでていいなと思いましたね。こういうのも飾ってるといいですよね。なかなか素晴らしい作品がいっぱいでしたよね。で、あのコスプレイヤーの方々、僕ちょっとあの彼女たちと喋るのでいっぱいいっぱいで、他の男性の方なんかな、そちらの方のあの被り物というか、そちらのクオリティもなかなかすごくて、そっちもちょっと撮影したかったんですけど、ちょっとそちらはできなくてすみません。で、今回出られた方のちょっとわかる方だけですが、概要欄にTwitter とかも載せておきますので、気になる方はチェックしてみてください。はい。で、今回ブックオフさんで買ってきたものはこちらです。デデン、1点目、はい、こちら父です。ちょっと父持ってなかったんでいいかなと思って買ってみました。これ何かなと思うんですけど、もしご存知の方はコメントください。ひょっとしたらね、こないだ紹介したヤブチャ、あれと同じタイプのやつなのかなと。この作り方、この手足がそれに見えるんで、
それと同じかなと思ってます。で2点目こちら、これコミックの扉絵か、コミックっていうか漫画の扉絵かなんかであったやつなんかな。これ色がついてないから結構値段つかないんですけど、造形自体は結構いいの でこの時の再現のものって僕あんま知らないんで、これ飾ってるのもいいかなと思ってちょっと買ってみました。はい、最後に3点目こちらです。ドラカブです。もうご覧いただけた通り未開封ですよね。昔はこのブロンズって結構見たんですけど、最近もうブロンズさえも見なくなったんで、ちょっといいなと思って買ってみました。クリリンと18号ですよね。このシーンのドラカップ自体そんな高くないはずなんで、まあ彩色バージョンでもいいんですけど、これなんか違うなこれ追ってんのか。これ全然あさっての方向向いてんだけどね、どういうことこれ。足型でやったら怖いねんけど、確かこうチュッてやってるシーンのはずなんですけどねえ、なんかこんな感じですねなんかちゃんとはまんないですね。こんな感じです。この以上3点買ってきました。はい、まあ高いものばっかりではなく、こういうのを買ってみて飾るのも、フィギュアを映えさすには結構いいかなと思うので、はい、作的におすすめできるかなと思ってます。はい、という感じで今回は終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントなどもお待ちしています。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それじゃあありがとうございました。